Hey guys, welcome back to the channel. My name is Zoo, and today we'll be watching Oshinoko episode 4. Yeah, before we get into the video, just want to let you know that episode 1 will be on Patreon, and if you wanna watch my videos early, check out my Patreon, and yeah, thank you so much for your support. And without further ado, let's get into the video. He's planning the scene in his head. Professional. Scene 6, cut 51. Yoi. Start. Kachinko no oto ga tsuyoku hibiki. Kamera ga mawari hajimeru. Zushiri to shita omoi kuuki ga atari o mitashi. 1年の時をすべて濃縮したかのような重くて強い時間が流れる。人生そのものを問われるかのような長い一瞬。私の名前は有馬かな。小さい頃は天才と呼ばれ、みんながチヤホヤしてくれた。また必ず飽きられる。今ではネットでオワコン子役と呼ばれている。小学生あたりどうやら終わってしまった私だけど、地道にこの業界にしがみついてようやくつかんだ待望の主役級。何が何でもいい作品にしたい。そのためなら藁にもすがる。It's because of his hair. クソ作品にかかってる。基礎もできてない演技、すでに4話まで公開済みで視聴者のほとんどが落胆し、失敗作の烙印をしている。ワンスター。まだ手遅れじゃない。このシーンは原作屈指の名シーン。ヒーローと前の考えそうなことだ。Such shit acting。一人にさせねえよ。無理だよこんなの。フォローしきれない。なんで監督たちはこんな演技で OK だと思うの？ここってもっと緊迫。Bad acting。シーンじゃないの。演技ってそんなにどうでもいい。ここはもっとクリーピーマン。おお、he chose to walk on the puddles, make it creepy. ナイス。音がマイクに乗っちゃってます。止めますか。いや、いい歌詞で感じ出てる。俺には愛みたいな才能がない。視線を釘付けにするオーラがない。演技がうまいわけじゃない。だから使えるものを全部使う。小道具、カメラ、照明、役者、全部使ってでも愛みたいになってる。お前そばで顔見るとブスだな。加工しないとこんなもんか。Oh, he's trying to make him angry. Nice. あのガキ。この子は俺の大事な友達だ。いい。すごく原作っぽい。ここは原作のシーン。演出意図、構図、テンポ、全部に意味がある。昔から作者の気持ちを考えろって問題は得意だった。そこの一点が輝くように俺が闇を演出する。諦めて流されろや。怖く記憶。おお、ナイス。誰にも必要とされてない。身の程わきまえて生きろよ。夢見てんじゃねえよ。この先もろくなことはない。お前の人生は真っ暗闇だ。おお、acting like a crazy guy. He's doing good. それでも光はあるから。ナイス。得意技だったな。
the child prodigy that can cry in 10 seconds. She did it! Finally, in the last episode, She likes it! Only the true fans stayed till the end. Happy. He's single.
Damn, Love Island? ちょっと待っててば、お兄ちゃん。この制服可愛いけど複雑なんだもん。でも本当可愛い。Wait, this was the scene in episode one, right? Think? And? Maybe? We should have watched this scene before. I forgot which episode. ママ、行ってきます。バイバイ。Aw, so cute. Oh, so, so sad. これからの3年間、お互いに。と比べて授業日程は融通が効くけど、普通に赤点取ったり、出席日数足りなかったら留年するし、カリキュラムもそんな違いはない。でも、あの子は俳優。あの二人は最大手アイドルグループの子。あそこの胸がでかい子はグラビアモデル。あれは声優と俳優。グラビア。ファッションモデルに歌手。ベンチに座ってるのは歌舞伎役者と女優。みんな芸人。Oh, they've kabuki too.ここは日本で一番見られる側の人間が多い高校でもあるわ。歓迎するわよ、後輩。芸能界へようこそ。緊張してきた。そんな必要ないわよ。ここは養成所でも撮影所。右見たら美人、左見たらイケメン。地元の中学校とは明らかに別物とはいえ、Everyone's professional. 受け継いでる私も顔では負けてないわけで。飲まれてなるものか。すごいコール。ちらちら見てもって、めっちゃ美人。チェスティクルス。やっぱり。芸能家ってすごいわ。ナイスアクセント。目の前でググるのは非人道的やない。ジジジュやめて。リアル関西弁初めて聞いた。大阪の人。いや。It's massive。育ちも神奈川。喋り方はなんていうか。ノリ？エセ関西弁だった？っていう感じで友達になった南ちゃん。どういう感じだよ。どうも。ま。友達できて何よりだよ。お兄ちゃんは友達できた？いや別に友達作りにこの学校入ったわけ。これできなかったやつだ。ごめんね、辛いこと聞いて。の話しなくていいから。話し相手くらいはできたっつの。男子はいきなり友達認定とかしねえから。元より一般の学校始まって中高一貫だから、それなりに友達関係完成してて、こういう深めるの時間がかかるんだよ。別に入学墓地とかじゃねえし、わかる。アクアがすごく饒舌に喋ってる。心配をしろ、特殊な環境だし勝手も違うだろう。そうなんですよね。周りもプロだと思うと結構緊張しちゃうっていうか。そんな必要ないわよ。ここは養成所でも撮影所でもなくて普通の学校なんだから、普通にしてればいいのよ。ルビーちゃん、どっかでまんま聞いたセリフなんだが。She just repeated what Kana Arima said. 容姿の整ってるやつは多いけど、媒体で見たことあるやつはほとんどいなかったから、緊張する必要ないんじゃないか。いたの。すごい人。それではこの後、教材などの物品購入がありますので。すみません。今日番宣で朝の生放送あって。おお、ビューティフルガール。知らないフリル。知らないフリルだ。キラキラ。キラフリルがいたんだよ。月9のドラマで大ヒット。歌って踊れて演技もできるマルチタレント。美少女といえばほとんどの人がまず思い浮かべる知らないフリル。いや当然知ってるけど、お前そこまでご就寝だったのか。今採用しだよ。ふんってあの知らないフリルだよ。興味ない。俺の採用しは今も昔も愛だけだし。He's biased。昔もそうだけど、それはそれ、これはこれ。あ、ほらあそこに。こんにちは、知らないさん。俺の妹があんたと同じクラスなんだ。仲良くしてやってくれ。ちょっとお兄ちゃん。あなた知ってる。今日あまり出てた人？
よく知ってるな。そんな話題にもならなかったのに。この前現場で話題になってて見た。よかった。ありがとう。そちらの方はミドジャンの表紙で見たことあります。南さんでしたっけ。はい。すごい。She knows everyone. So, Gambatte.なんか一般人が紛れ込んでる。厄介なミーハーじゃん。いじめられる。ちゃんとしたグループ作るにはちゃんとしたスカウト雇ったり手続きがいるのよ。芸能家にことぶきみなみちゃんっていう胸バカでかくて可愛い子がいるんだけど。よその事務所の子でしょ。ダメ。フリーの子ならまだしも事務所間の揉め事はごめんよ。フリーならいるじゃん。フリーランスで名前が売れてる割に仕事がなくて顔が可愛い子。 It's her! Oh, it's her! She joins the agency, she get to be with Aqua. Hi! We're feeling she likes him. Yeah guys, that was episode 4 and if you wanna check out episode 1 or my episodes early,And check out my Patreon. Yeah. Thank you so much for watching. See you guys in the next one. Bye.